激しい運動した方が痩せるんだろうなって思ってた方、実は逆なんですね。ゆっくり動いてあまり呼吸が乱れない方が脂肪が燃焼できます。ですがここで一つポイント、時間が関係してきます。食事気をつけてるのに痩せない、そういった方は圧倒的に運動時間が少なすぎます。ゆっくり楽なことでいいので体を動かすエクササイズメニューをやることが大切です。今回の動画を見ることできつすぎない、気になる部位を変えるべきメニュー、継続しやすいメニューになってます。動画を見ながら一緒に頑張ってみてください。それでは行きましょう。行いやすいように全て20秒のメニューになってます。息が上がらないように動画を見ながらゆっくり真似してください。下半身痩せるためのポイントとしては足首から下がポイントです。まずは座ったままで足を組んでください。これで足首をぐりぐり回すということをやっていきます。足首が硬いとどうしても足のラインが良くなりませんので、まずは足首をストレッチしましょう。スタート。大きくね、円を描く感じで回してください。これどっち回しでもね、いいです。回しやすい方でいいです。足首ってあんまり回すことないと思いますが、実は足首がポイントです。はい、 OK。 反対も同じようにいきましょう。スタート。足首が硬い人はね、前ももが張ってたり、ふくらはぎの後ろがぽっこり膨らんでたりすると思います。しっかり足首をね回してください。はい、 OK。 今度は座ったままでいいので、足の指をグーパーっていう風に動かしていきましょう。スタート。足の指の力が弱ってしまうと浮き指になってしまって、足の裏の中心がね3点ではなく2点とかになってしまって、外ももが張ってしまう、ふくらはぎの外側が張ってしまう。はい、 OK。 足痩せするためには足のラインを矯正しなければいけません。どうしても立ったまま股関節が内側向いて O 脚になってしまっている、これをまずまっすぐなラインに戻さなければいけません。股関節を開く運動が必要になります。片足立ちから膝を後ろに回していきます。いきましょう。スタート。まっすぐ上げて横に持ってくる感じです。股関節をねしっかり回してください。寝たままでもいいんですが、立ったままの方がバランスが鍛えられますのでいいです。はい、 OK。 反対もいきましょう。スタート。できるだけね外側に開いてください。O 脚 X 脚、下半身がね痩せにくい人はね内側に回すよりも外に回すだけの方がいいです。はい、 OK。 今度は足を少し開きましょう。このまま膝を曲げて足首のストレッチです。しゃがんだ時にかかとがやっぱり浮いてしまう人は足首が硬いので、足首が硬いと足痩せしにくいです。足首のストレッチをしましょう。膝をゆっくり下ろしたら上がります。かかとが浮かないように注意。スタート。これもねゆっくり動いていきます。あんまり前かがみにならないようにね、重心まっすぐ、かかとに負荷がかかるように、かかとが浮かないようにですね、かかとの上に上体が来るように。はい、 OK。 はい、足を肩幅よりも少し広げてつま先を開きましょう。このまま体をまっすぐ落としたら上がりましょう。下まで降りたら辛いですから、まずは半分でいいです。その代わりゆっくり動いてください。いきましょう。スタート。このぐらいのスピードで半分だけ降ります。3秒ずつぐらいのイメージですね。立った時は内ももを使う感じで足を閉じます。はい、 OK。 次つま先まっすぐです。このままお尻を後ろに出しながら左右に体を動かします。お尻が出ないように、壁があると思ってまっすぐです。膝曲げるのは半分でいいです。スタート。できるだけ体をね斜めにならないようにまっすぐのままで
分かりにくかったらね、手を横に伸ばしてください。こうならないように、お尻をしっかり出して、はい、 OK。 このまま少し膝を曲げて前かがみになったら体を戻します。これでもも裏使いましょう。スタート。こういう感じです。ちょっと膝を曲げて前かがみ、腰痛い方はね、無理しないように。はい、 OK。 片足立ちでももを上げたら、このまま後ろに伸ばします。ゆっくり足を動かしてください。いきましょう、スタート。これで足の裏のバランスと股関節周りがね、鍛えられます。バランスしっかりとってください。ゆっくり動かすのがポイントです。手をバランスとっていいです。はい、 OK。 反対いきましょう、スタート。20秒ぐらいならね、バランス取れると思います。あまり息が上がらないようにゆっくり動いてください。足上げるときはもも裏しっかり使って、はい、 OK です。今ので下半身メニューは終わりです。次は胴体部分を使っていきましょう。四つん這いの状態で腰を丸める、腰を反らすっていう感じで胴体部分のストレッチを行っていきます。スタート。腰がね、痛いよって方とかは、腰を丸めたり腰を反ったりすることがまずは大切です。これを行うことでね、反り腰改善にもなります。はい、 OK。 意外とやらないのが腰を横に動かす動きです。これが硬いと腰痛が引き起こされるんで、四つん這いの状態から後ろを見る感じで動かしていきます。くびれ作りにもいいです。スタート。ちょっと腰がね、悪い方はどっちか向くのが痛いよって場合があると思うんですが、ゆっくりね、動かしてください。これがすごい腰痛改善にいいです。はい、 OK です。四つん這いからちょっと手を前に出してもらって、このままお尻を後ろに出す、前に出すっていうことを繰り返します。スタート。これで体の前後ろがストレッチされます。息上がらないように動きはゆっくりです。はい、 OK。 次は上向きで寝ましょう。膝を90度にキープします。このまま足を交互に伸ばしていきます。腰が浮かないように注意です。動きはゆっくり、スタート。早く動いたりしてしまうとお腹をへこませる腹直筋ではなく腹横筋が使えなくなってしまうので、ゆっくり動くのがポイントです。はい、 OK。 次は両足です。スタート。できれば足伸ばした時に息をふーっと吐いてください。ゆっくり動いてください。はい、足90度のまんまで体を左右にひねっていきます。バランス取りにくい方は手を横に伸ばして、できる方はこのままでいいです。スタート。これもゆっくり動いてください。ストレッチとね、脇腹が鍛えられます。はい、 OK。 足をついて閉じて上体を起こしたままでキープです。頭疲れる方は持っててください。スタート。
大丈夫な方は起きるだけでいいです。これで動いてないのでしっかり腹筋の奥ね使うことができてます。すごい辛いよって方はねもう少しね体を倒していいです。はい、 OK。 はい、今度足は足先つけて膝開きます。このまま手を伸ばしてキープです。スタート。さっきよりも体がしっかり起こせられると思います。この膝開くとね腰が床につきやすいんでお腹の奥を使うことができます。あと少しです。はい、 OK。 最後は上半身を使っていきましょう。楽に座った状態で手を斜め下に伸ばします。このまま手のひらを後ろに向ける、前に向けるってことを繰り返します。意識することは手のひらを前に向けるときにしっかり胸を張ってください。スタート。これもねゆっくりでいいです。息上がらないようにゆっくり動かしましょう。少しずつでいいです。はい、 OK。 次は今の感じで雑巾絞る感じで左右別の動きをします。手をしっかり向こうに引っ張る感じです。スタート。できるだけ手は後ろに伸ばして、肩で雑巾を絞る感じです。肩だるいよって方はね少し下げてもいいです。はい、 OK。 次は手を上下上下って上げていきます。スタート。これでね肩周りと肩甲骨を動かしながらストレッチもねできてます。肩周りが硬いとねやっぱりがっちりしてしまうんで今だるいと思うんですがこれは硬い証拠です。はい、 OK。 はい、次は座った状態で手を後ろに回します。このまま手をパタパタ叩く感じです。ボールを掴んでこうやって動かしてる感じです。動く範囲でいいです。スタート。こういう感じでね背中を寄せながら二の腕も使いましょう。ちょっと肘がね曲がってもいいです。はい、 OK。 このまま上体少し起こして体を横にひねっていきます。スタート。これで腹筋周りのね胴体部分がしっかり鍛えられて上半身のストレッチができます。あと少しです。はい、 OK です。お疲れ様でした。今ので下半身から上半身まで全ておすすめなメニューが揃ってます。脂肪を使うためにはゆっくり動かす、あまり息が上がらないっていうメニューを長い時間続けることがポイントになってきます。歩くのもおすすめなんですけども、歩くのだと同じ筋肉しか使ってませんので、今回みたいな全身使いながらゆっくり動かすことで遅筋、脂肪を使うことができています。何種目か辛いメニューもあったと思うんですが、ゆっくり動くことであまり辛さを感じない、息が上がらないことでしんどい気持ちが少なくなる、そういったことで継続しやすいメニューになってますんで、動画を見ながら続けてみてください。今回のメニューを全部やるの辛いよって方は説明欄を見てもらって、下半身、胴体部分、上半身、そこをクリックしてもらって気になる部位だけやるのもいいですし、頑張れる日は全部、辛い日は上半身だけ、そういった使い分けもしてもらって動画を見ながら何度もやってください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントお待ちしてます。今回もご視聴ありがとうございました。